芝朝玉は中華料理の点々心、菓子の一種。日本ではごま団子、ごま玉とも呼ばれる。中国語では朝玉、芝麻夏目などの別名もある。関東語では仙台と呼ばれる。ごまあんを白玉粉に水とごま油を混ぜた生地で包み、周りに白ごままたは黒ごまをまぶし上げて作る。ごまあんの代わりに小豆のこしあんを使ったり、 レンの時間を使うなどのバリエーションもある。また、中にあんを入れず、温まった空気で中空のまま膨らませながら揚げる、イサワサダマもある。インドネシアのオンデオンデマレーシア、インドネシアには、オンデオンデと呼ばれる餅菓子がある。キャッサバと餅米を練り合わせた餅皮の中に、黒砂糖とココナッツなどのあんを入れ、茹でる、揚げるなどの調理をする。 持ち側に香り付けと色付けのパンダナスを混ぜたオンデオンデは鮮やかな緑色をしている。外側にはココナッツパウダーをまぶす。インドネシアではカキョウの持ち込んだ芝朝玉もオンデオンデのバリエーションの一つとして定着している。ありがとうございます。